こんにちは。バイオリニストの池田春子です。今日から私と一緒に楽しくバイオリンを学んでいきましょう。このシリーズでは全く音楽や楽器の経験がないという方でもバイオリンが弾けるように工夫されています。まず誰でも知っているような耳なじみのある曲を弾いていきます。一般的なバイオリン教室で弾くような練習曲ではなく、皆さんご存知の楽しい曲で上達できるように作っています。さらに楽譜が読めなくても弾いていただけるようにちょっと面白い工夫もしていますので、人差し指が1番、中指が2番、薬指が3番、小指が4番です。人差し指で押さえればいいということです。これなんだろうと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。鳴りましたか？弾けると本当に特技はバイオリンですって言えるレベルかなと思いますし、あっという間にあなたも弾けるようになりますよ。楽しく簡単に上達することを目指していますので、私と一緒に頑張りましょう。